3, 2, 1. The air in this room's getting thin. My patience for you is getting thinner. Don't care if you're lonely again. Just let me... Sitting in silence, we still feel the vibe. You could not say a word, and I know what you just decided. We'd be right in the same wave. All the water's perfect, babe. The heat is rising.何があるのって言ったら、なんやかんやなんやかんやって言って、最後にサルサ止まってって言われたんですよ。で、それでなんかこう他のやつあんまピンとこなかったから、じゃあサルサ止まってちょうだいって言ったら Don't care if you're lonely again. Just let me escape for a minute. I want space, build myself a spaceship. Kill gravity, but I wanna be weightless. Suit up. I can't take this. Disco 通り行け。Disco 通りか。このバーじゃない。これ YouTube の存在ですか。めっちゃやだ。Good morning, everyone. おはようございます。今日は土曜日です。で、昨日はね、10時ぐらいに結構早く寝て、で、今も8時過ぎなんですけど、結構しっかり寝て、朝はね、起きた瞬間に、なんか、まあ、昨日ずっとね、一日お家で仕事してたので、ちょっと今日は外行こうと思って、今からね、まあ、どっかカフェに行って、朝ごはん食べて、で今週はちょっとね仕事が結構忙しいので、まあ、パソコン持ってってそこでちょっと仕事できたらなって思ってます。で今はこの日焼け止めじゃなくてこの蚊よけのクリームを足にね塗ってます。結構カフェもね外に座るシートテラスっていうのかな、そう、もう野外で食べることとかが多くて、で結構蚊に刺されやすいけん、ちょっとこの蚊に刺されないようにこのクリームを塗って準備万端で行こうと思います。
just decided we'd be right in the same wave. All the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. So nothing compares to this. Nothing ever will compare to this. スーパーに行って買い物に行ってきたんですけど、ちょっと買ったものをね、紹介していこうと思います。まずスピナッチ、ほうれん草と、これがネギ、卵と、あとねチアシードを買ってみました。トイレットペーパーと、これがアボカドです。やっぱねメキシコはすごい、なんだろう、まあ、農業がすごい盛んだからかな、なんかすごい、ね、あの野菜系アボカドとかめっちゃ安いです。で、最近ハマってるメロンで、これが、缶詰に入ってるキムチで、こっちね全然、私キムチ大好きなんですけど、キムチ全然なくて、唯一見つけたこの缶詰のやつ、可愛いけどちっちゃいんですよね。ちっちゃいし、これでね結構500円とかするから、まあまあちょっと高いかな。で、これが朝ごはん用の冷凍のブルーベリー、ヨーグルトと一緒に食べようかなと思ってます。これがヨーグルト、オイコスの、プレーンかな、これ多分プレーン。これが牛乳です。かわいいボベ、この牛がかわいいボベ。で、最後にこれがチポトレマヨネーズ。これめっちゃメキシカンやなと思って買ってみました。これでいくらだ、796ペソってことは、まあ、約800ペソ。だけ800ペソってことは、日本円で言うと、まあ、4000円ぐらいかな。なんかちょっと高くない？800ペソ8540、まあまあこれでだいたい4000円ぐらいかな。多分ね、何が高いかっていうと、キムチでこれ多分1000円ぐらいいってて、で、あと今回多分ね、チアシード、これもね、普段買わないものなので、これも多分結構高かったのかな。はい。もうね、こういう食材系はすごい安いけど、そうですね。まあ、こんな感じでーす。はい、前回の動画、もしくは、まあ、それ以前の、ね、動画の中で、結構私の仕事、フリーランスデザイナーっていう仕事についての、まあ、質問が、いくつか、まあ、いただいたので、ちょっとそれについてお答えしていこうかなと思います。で、まず、まあ、フリーランスデザイナーっていつも言ってるんですけど、まあ、デザイナーもね、いろいろ種類があると思ってて、なんかロゴデザイナー、ウェブデザイナー、ファッションデザイナー、インテリアデザイナーみたいな、まあ、そのデザインっていう、まあ言葉自体ね、すごい幅広い意味があると思うんですけど、その中でも私は、自分のことを、まあ、ブランドデザイナーっていう風に言ってます。で、ブランドデザインって多分まだ全然日本でもね、そんなに馴染みがなくって、まあ、ブランディングっていう言葉聞いたことある人は多いかなと思います。で、ブランディングはそのデザインだけじゃなくて、そのビジネスとかブランドが発信するメッセージだったりとか、なんか私のイメージの中では、そのブランドをまず整理整頓してあげて、ね、どういうブランドでどういうサービスをしていて、どういう人に届けて、どういうメッセージを届けてみたいな、そういうなんかまずこう言語化するところから始まって、で、その言語化されたブランドの土台っていうのをベースに、なんかロゴデザインだったり、ウェブデザインだったり、ソーシャルメディアのデザインだったりと、こう一貫してね、デザインを作っていく。で、まあ、これ全部ブランドデザインって私は言ってるんですけど、まあ、その定義自体すごい、なんだろう、多分まだ定まってないのかなと思ってて、はい、なのでまあ私はそのブランドデザイナーって自分のことを言ってて、でそういうこうなんかビジネスを始めるとき、もしくは今ビジネスとかブランドを持ってて、それをちょっとこう一貫性を持たせてリフレッシュしたいとか、ちょっとリブランディングしたいなっていうときに、そういう、はい、私がまあデザイナーとして入ってくるみたいな、そういう感じでお仕事をしてます。で、フリーランスっていう働き方も、まあいろんな
ね、スタイルがあると思ってて、今私はもう本当に自分一人だけで、まあ、ソーシャルメディアで主にそういうこうブランディング の依頼が来て、でクライアントがそこから、ね、来て、で一緒にお仕事させてもらってるんですけど、まあ、インスタグラム以外にも実際に一緒にお仕事をしたクライアントからがまた別の人紹介してくれてみたいな感じで、まあ、口コミですね。でそういうふうに私は、そう案件を獲得してるんですけど今のところ。でも日本にいた時は、日本の、私福岡に住んでたんですけど、福岡のデザイン会社とフリーランス契約っていうのを結んでて、でクライアントと直接っていうよりかはそのデザイン会社が私に案件をくれるみたいな感じで仕事をしてました。でもうどちらの、ね、スタイルもフリーランスデザイナーだと思うんですけど、私はね今のもう自分で案件獲得して自分のペースで働くっていうのがすごいね性格に合ってるなと思うので、そう今のスタイルが好きかなっていう感じです。でどうやってデザインを勉強したっていう質問もね結構いただくんですけど、私は、まあ、特にこう別にねデザインを専門に勉強したっていうわけではなくて、まあ、アメリカにいる時に一応そのデザインのクラスはねいくつか取って、まあ、そのクラスは取ったことはある、だけどまあ専門じゃなかったので、なんかこう主にこういう仕事の中で使っていくデザインのスキルとか、まあ、そのセンスを磨くっていうのは、まあ、主に独学でやってきました。多分この何デザインの勉強、まあ、英語もそうだと思うんですけど、まあ、終わりはないと思ってて、ね、日々日々そういう仕事を通してとか、まあ、時間がある時になんかすごいデザイン性の高いものを見てインスピレーションを受けたりみたいな感じで、いまだに、ね、デザインの勉強は、ね、その勉強っていうとすごい机に向かってこういう感じでっていう風の言うようなのをイメージすると思うんですけど、なんか実際はそのメキシコとかでもねそういう街歩いてて、あこのなんかフォント、例えば看板に書いてるフォントが可愛いなと思ったらちょっと写真撮って、でそれをなんか次のロゴプロジェクトにちょっとこう生かしてみたりとか、なんかそういうのを勉強だなと思ってて、そうなのでなんかどうやって勉強してましたかっていう質問に関しては、そういうデザインの本を読むっていうよりかは、私はそういうこう既存の今あるなんかお店とか、もちろん今あるウェブサイト、誰かのウェブサイト見ていいなと思ったらそれをちょっとこう真似してみたりとか、なんかそういう感じで本から学ぶっていうよりかは、もうこの世界に存在してる何かからちょびっとずつこうインスピレーションを取って、まあ、勉強っていうか、そう自分のデザインに生かしていく感じかな。はい。で、まあ、デザインに関してもね結構いろんな質問があるんじゃないかなと思ってます。以前ねインスタでそのデザインとかフリーランスの働き方に関するなんか Q&A みたいなのをしたんですけど、だからまあせっかくだったらこの YouTube でもねそういう、まあ、フリーランスっていう働き方もそうだし、まあ、デザインっていうトピックでなんか Q&A でもできたらいいなと思うので、はい、もしなんか知りたいこととかがあったらコメント欄にお願いします。We'd be bright and safe and brave. All the water's perfect.